妊娠中の友人やお子さん連れの友人とどのように付き合っておられますか？仲良しについて旦那さんとどんな風に共有したのか知りたいです。不妊治療のお金は夫婦で折半ですか？旦那さんとの馴れ初め聞きたいです。おすすめの旅行先と今後行ってみたい国を教えてください。不妊治療のためにやってることを詰め込んだ一日の過ごし方を教えてほしいです。動画にもしてほしいです。お休み周期のちょっと忙しい一日っていう動画を以前あげたんですけど、それがもう大体不妊治療のためにやってることを詰め込んだ一日かなって思っています。朝だったり夕方だったりするんですけど、ウォーキングをして仕事に行って、あと帰ってきたら鍼灸に行ってちゃんとご飯を作る、それで寝るっていうのが大体そんな感じかなって思っています。これプラスで別の動画のおまけの方で開けたんですけど、急転子っていうのを使ってたりとかしたので、もうそれが全てかなって思ってます。体外受精で一番不安に感じたことは何ですか？保険適用内で妊娠ができるのかっていうのが今は結構不安、どうなのかなって思っていることです。保険適用って6回じゃないですか。それを超えたらもう格段にも使うお金とか変わってきちゃうんだろうなっていうのが分かるので、その保険適用が終わってから治療を継続できる期間ってそんなに長くないって思ってるので、まあ貯金とかしてるんですけど、でもお金が本当にそこをつけるまで不妊治療に全部捧げるかっていうと、まあ、生活とかできなくなっちゃったら不妊治療を続けることはできないので、保険適用内で妊娠ができるのかなとか、そこがちょっと今は不安です。自費で採卵繰り返したらもう大変なことになると思うので、なんかそこは今は不安かなって思っています。私の病院は先生が複数います。担当の先生を変えるか悩んでいます。それか病院ごと変えるか、 D さんならどうされますか？私の病院はもう前の病院も今の病院も一人の先生が見てくださるっていう感じだったので、その先生がたくさんいる病院には行ったことがなくて、もし先生が変えられるのであれば先生を変えるかなって思います。自分だったら先生によってまあ、やり方とか違うと思うので、私も前の病院ではずっと同じ方法だったんですよ。うまくいかなくてもずっとその方法だったんですよ。で、転院して先生も変わって、薬の組み合わせとかそのやり方とか変わったらうまくいったりとかしたので、先生によってもそのやり方があったりするのかなって思うので、先生を変えてみて方法とか変わるんだったらそこの病院で先生をまず変える、それでもダメだったら病院ごと変えるかなって思います。採卵近くや妊活自体が不安で寝つけない日などよくあります。同じ経験をしていたらアドバイスを。私も初めての採卵とか転院してから最初の採卵の時はもうすごい心配で、入眠がすごい遅かった。そういう大事な時は早めに布団に入るようにして、癒されるものを近くに置いたりとかしています。月のライトがあるんですけど、部屋をもう電気消してその月のライトをつけてぼーっと癒されたりとかするとだんだん眠たくなってきたりとかします。でももし視聴者さんでアドバイスがあったら教えてください。私も知りたいなって思いました。この時期の採卵って不安なんですが、冷え対策してましたか？温活してました。私も末端冷え症で足がすごい冷えるので、それでこたつソックスはもうなんかずっと愛用しています。ここのところが三陰交っていう、あの冷えとかそういうところのツボに当たるみたいで、それが結構いいらしく、これをとにかく履いてます。あとはブランケットとか、コストコのブランケットがすっごいあったかくて、このねブランケットがもうすっごいあったかいんですよ。これをとにかく膝にかけたりとかして過ごしてます。家の中とかね、あったかい格好して
過ごしていました。妊娠中の友人やお子さん連れの友人とどのように付き合っておられますか？今はもう実家から遠くに引っ越してきちゃったので、今の生活でその辛いなと思ったことはないから、その分で言うと遠くに来てよかったのかなって思います。でも、まあ、実際に仲いい友達とか近くにいて子供がいてっていう風になったら、ちょっとは距離取っちゃうかな思います。もし自分が不妊治療をしてるっていうことを話して、この子は子供いなくて治療してるからとかで縁に気を使われるぐらいだったらもう合わないかなって思います。なんかもう難しいですよね。私も SNS 開けなくて結構心配して連絡とか来てたんですよ。最近全然更新しないけどどうしたのみたいなこととか言われてることがあって、すごい友達は心配してくれてるのに、なんか自分がしてる行動ってどうなんだろうとか、なんて言うんですかね、うまく言えなくて、なんかそういう自分から関係を遠ざけてしまうっていうのをすごいなんか心苦しいことでもあるんですけど、でもやっぱり自分をちゃんと一番に思うことって自分のためだから悪くないことなのかなとも思います。仲良しについて旦那さんとどんな風に共有したのか知りたいです。不妊治療のタイミング法の時は病院で会ったことを毎回病院後に話してたので、まあ、それとなくこうなんだな、この日なんだなみたいなことは思ってたと思います。伝え方とか、まあ、普段の話し方とか、私もすごいたまにきつくなっちゃったりとかするんですけど、病院終わってそのことを話す時もこうしなきゃいけないんだってみたいな、そういう風には言わないとか、伝え方とかを考えてたかなって思います。子供が欲しいっていう気持ちが2人とも一緒だったら、旦那さんの方も、まあ、頑張ろうって思ってくれるんじゃないかなって思うんですけど、なんて言ったらいいかちょっと難しいんですけど、そんな感じです。旦那さんとの馴れ初め聞きたいです。馴れ初めは留学先の語学学校で入学日が一緒で、そこでお互いを認識したっていう感じです。同じ日に入学した人たちでいろいろ休みの日出かけたりとか、すごい仲良くなるんですけど、その時は付き合ってなくて、ただ一緒にいる仲間みたいな感じで、その後のワーキングホリデーっていう制度を使って1年間オーストラリアに行くんですけど、旦那さんが先にオーストラリアに行ってて、私もなんかオーストラリアかどっか行きたいなって思った時に、久しぶりになんかオーストラリアどうとか、そういう連絡を取って、旦那さんがオーストラリアおいでよって言って、行ってからもっと仲良くなって付き合ったっていう感じです。夫婦でお財布は共有されてますか？またお金のやりくりはどうされているのか知りたいです。今は完全にお財布は別々です。でも旦那さんから月々食費として、まあ、ちょっとだけお金はもらっています。お互いの月収とかはだいたい分かってたりとか、ボーナスがいくら旦那さんもらえてるっていうのも知ってて、お互いに今貯蓄もしてるんですけど、その貯蓄もどのくらい月々してるっていうのも知ってます。お家の月々払うお金と光熱費は旦那さんが払ってて、私は食費とあと生活で必要になったものを買ったりとか、あと外食の時にお金を出したりとかっていう感じです。不妊治療のお金は夫婦で折半ですか、それともご自身の給料でやりくりしていますか？私の給料でやりくりしています。普段の生活の中でも旦那さんの方が多めに払ってくれたりとかしてるので、不妊治療のお金はもう私が払っています。旦那さんの検査だったりとかした時は旦那さんが払っている感じです。こうやって治療をまあ自分のお金で払って続けられるっていうのも、高額医療とか自分が入っている医療保険
の制度を使って治療をさせていただいてるっていう感じなので、お金が払えているっていう感じです。あとはもうさっきも言ったように、あの貯金が好きなので貯金をしたりとかっていう感じです。今後、まあ、保険適用で授かれるのかっていうのは分からないので、まあ、その後のことを見越してもう貯金も現在しているっていう感じもあります。保険適用内で授かれたら、まあ、そのお金は別のことにも使えるし、まあ、しかし授かれなかったらもしもの時のためにも使えるので、まあ、無理のない範囲でコツコツとしているっていう感じです。夫婦仲いいのがすごく伝わってきます。仲良しの秘訣や気をつけていることはありますか？とにかく何でも話す。小さいことでもご飯食べてる時とか何でも話します。あとはありがとう、ごめんねをちゃんと伝える。なかなか恥ずかしくて伝えられなかったりとかあると思うんですけど、もうそういうことはちゃんと口に出して伝えてます。旦那さんもなんかちょっとの変化とか、あ、この服今日かわいいねとか、髪の毛とか切ってきたら似合ってるねとか、そういうことをちゃんと伝えてくれるので、私もそれをちゃんと伝えるようにしています。旦那さんの尊敬する部分が知りたいです。とにかく人を大切にしているところ、思いやりを持って接しているところがすごく尊敬できるなって思います。私にもそうなんですけど、私の家族も母とか父とかすごく大切にしてくれて、旦那さんが、まあ、私の母とか父とかに、まあ、自分から LINE してなんかいろいろ話してたりとか気軽に結構するんですけど、そういうところがすごいなって思います。私たち夫婦は結構意見が分かれるのですが、旦那さんと意見が分かれた時はどうしていますか？意見が分かれた時はどれだけこっちがいいのかっていうのをうまくちゃんと伝えて丸め込ませるっていうことをやることが多いかもしれないです。私もでも旦那さんのことを、その意見を聞いてもう一回ちょっと一回考えて、それでも譲れなかったらやっぱり伝えるんですけど、一回話して別れた時の相手の言い分をもう一回その後考えてみて決める時もあるかなって思います。辛くなった時に頑張ろうと切り替えられる方法を教えてください。とりあえずもう何もしないで自分だけのことを考える。自分の好きなものを食べて、自分の好きなものを見て、好きなことだけやる。もう一日ぐらい家事サボって何もしない日があっても全然いいと思います。なのでもう自分を一番に考えたり、そばにいてくれる人にたくさん甘えたりするかなって思います。そうしたらだん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 時間も経ったりとかして気持ちが切り替えられるかなって思います。まなもさんからもいただきました。おすすめの旅行先と今後行ってみたい国を教えてください。私は今までハワイ、韓国、フィリピン、バリ、ベトナム、タイ、カンボジア、マレーシア、シンガポール、台湾、イタリアに行ったことがあるんですけど、この中だったら近場で楽しみたい方は韓国がおすすめかなって思います。もうすぐ行けるし、韓国行って看板とか見たらハングルがあって、あ、海外来てるんだなっていう感じを感じられるっていうのと、あとコスメがいろいろあって買うものとかがすごく楽しい。あとおしゃれなカフェとかがたくさんあったり、韓国の民族衣装を着ていろいろ巡ったりとか、最近はもう分かんないんですけど、私が行った時は楽しかったかなと思います。もう少し足を伸ばして行ってもいいかなっていう方はベトナムのホイアンっていう街がおすすめです。ランタン祭りっていうのがあって、夜になるとランタンが街中にわーってつくんですけど、すごく綺麗で、食べ物も結構口に合ったかなっていうのと、物価とかがすごい安いなって感じた気がします。がっつり海外旅行を楽しみたいっていう方はイタリアがおすすめです。とおすすめですっていうほど知らないんですけど、新婚旅行で結婚式
を兼ねて行ったんですけど、食べ物もすごい美味しかったし、あとはもう見どころがすごいたくさんあって、世界遺産がもう本当に多かったです。普通に道を歩いてて、いきなりバンってあるのがなんかすごい不思議な感じがして、毎回行くたびに感動してました。結構日にちをかけてイタリアは行かないと、もうちょっとあそこ見たかったなってなるような気がします。今後行ってみたい国は北欧の方に行ってみたいです。北欧行ったことがないので、オーロラとか見たり、あとは北欧雑貨とかちょっと雰囲気とかそういうのが好きなので行きたいなって思ってます。北欧って夏に行ったらもうすごいずっと明るいですよね。なんかそういう体験もしてみたいなって。あとオーストラリアのメルボルンに行きたいです。そこで旦那さんと付き合いを始めて2人で住んでた町なので、行ったら一気にその時の思い出が蘇るだろうなと思って、旦那さんと一緒に行きたいなって思ってます。旦那さんと結婚前に決めた約束やルールはありますか？特にないです。でも一緒に暮らしていく中で、これしようねって決めたわけではないんですけど、だんだんそうなってったのは、普段は私が仕事を早く終わるので家事をするのがメインなんですけど、私が仕事で旦那さんが休みの時は旦那さんが家事をするっていう感じで、なんか自然となりました。朝のゴミ出しは旦那さんの仕事って、なんかもう決めてないんですけど、そんな風になりました。正社員からパートになる時不安はなかったですか？あんまり不安なかったかなって思います。で、結婚して今のところに引っ越してきて、環境も変わって、そこで正社員としてバリバリ働くっていうのをもともと考えてなくて、全くお金がなくてキツキツだったらパートで働く不安はあったと思うんですけど、貯金があったっていうのもあったので不安じゃなかったのかなって思います。今はパートと YouTube っていうのが結構自分には合ってるので、こんな感じで続けていけたらなっていうふうに思っています。はい、それではこんな感じで今回の質問コーナーは終わりにしたいと思います。たくさん質問いただきありがとうございました。全部ねお答えすることができなかったところもあったんですけど、また機会がありましたらさせていただけたらいいなって思っています。最後まで見ていただきありがとうございました。今年も始まったということで、私の今年の目標は自己管理をちゃんとすること。去年はもう知らず知らずに体重が減ってたりとか、結構いろいろ考えてしまったりとかっていうことがあったので、自己管理をちゃんとして健康に旦那さんと楽しく過ごせていけたらいいなって思っています。もちろん今年授かりたいっていう気持ちはあるんですけど、もうあまり意気込みすぎずに、できることを少しずつね毎日積み重ねていけたらいいなって思っています。皆さんの今年の目標もぜひコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。では今年もたくさん動画を上げていけたらいいなって思っておりますので、Bチャンネルをよろしくお願いします。さようなら。